僕が考えてるのはそのこうガッチリ持たれちゃったらその隙間を取るとか隙間こう隙間とかね死角とかここにいたらやられちゃうからで隙間を取って死角をもらってそしてあっち向いてでここはあんま気にしないでってそう自分の中に入れといてとか、まあ、沖原先生とかこう、まあ、入れろとか言っておったけどねあのまあそういうことなんですよでこう来た時気にしてたらやられちゃうからやられちゃうからこっち来ちゃうからだから気にしないでここ気にしないでこう入ってそれでこうね入ってそういうその2つぐらいしか考えてないんですよねそれしか考えてないこうあっち見てそして気にしないで自分が姿勢が自由で足とかであのこういうとこ気にしちゃうと来ちゃうからだから気にしないでこういうふうに あっち見てるっていうかそういう気持ちそれで上と下で離れちゃうと離れていくと強いんだよねこうだから中に入れてんのこういう中に入れてんのそしてこう近くでなんていうのかなこう近いのねこう近いのこう離れてるとやられちゃうから離れてるとやられちゃうんだよねだからそういうことしか考えてないのだから自由にこう近いのこう離れてないのこう近いのこう離れてたらやられちゃうからやられちゃうからだから近いのこう近いのそうするとこうにこう近いでしょこうやって近いのねそういう感じしか考えてないからじゃあ少し自由に動いてこうねこう上とか下とか近いそういうことね離れてやれちゃうから僕は弱いんだからじいさんたちねまあそういうことじゃあ少しいろんな先生言ってたんだけど自分の中をこうエネルギーが通るっていうそういうイメージしてやった方がいいと思うのこう離れてると絶対ダメなんですよ絶対でも自分の中にエネルギーがこういうふうに通ってるとこう上下から上ね下から上そしてここじゃないのこれ離してないのこうやって離していかないの全然ダメだからで自分の中にこういうふうにエネルギーが心の中をこういうふうに通ってそしてまっすぐ入ってるこっからこういうふうにエネルギーねそういうことをイメージしてやるってことが大事なのイメージしないとできないからパッてなったらできないんだよだからこう中こう上下ねこう上下何しろ上下なのこう変わればこういう形でしょ何しろここの中を通るっていうこの外を通ってはできないから、だから必ず中に入れてそしてこうね必ず中に入れてでそういうことを考えてちょっと上下を使うっていうそれでいろいろ今までやってきたその塩投げとかね塩投げとかこう必ず中をこう中を入れる中をこう中そういうことをやった方がいいんじゃないかなと思うねじゃあ塩投げをちょっとやってみましょうかで入り身投げってのはあるのね入り身投げも自分の中に僕の場合はこう例えばいろいろ入り身投げってあってさこう出ていくんじゃなくて自分のパイプここパイプだからここパイプの中に入れてんの中にでこうパイプの外じゃないのパイプの外ってのはこういうこうパイプの外なのでこの中に入れてんだからこういうふうに入ってんのこういうふうに自分の中にそしていやここにいたらやられちゃう起きてきたらここにいたら やられちゃうんだよねこう寄り所僕が例えばこういうふうに来てさこう来てこうやって崩してきてさそして寄り所がここにあると寄り所は
藁をもつかむって言うんで、死人は藁をもつかむって言うけど、藁をもつかむじゃない。だからこういうところ見せないので、僕は見えないとか、どうしようってこうなって、そのうちやられちゃうっていう、そういうふうにやりたいわけ。ってことは、よりどころを作らないっていうのは、自分の相手のよりどころを作らないの、そして中に入れてんの。あれでよりどころ作らないで中に入れてんの。で、ゴワーッとこうやってやって、全部中に入れてんの。だから、技自体が全部中に入れてんの。で、こうやって来てさ、こうやって中に入れてんの。こうやって。中に入れてんの。中に入れることだけ考えて。中に入れてんの。ここに。このパイプだから、パイプ。だそれで技が成り立ってるってことは、こうね、こんな、この中に入れてんだ。パイプの中に。で、入り身投げっていうのがあるから、入り身投げもここ来たら、外じゃなくて、中。そして、こう、全然中でしょ。中をイメージして、パイプだっていうイメージで、もう少し入り身投げ。あのね、よりどころを作らないっていうのは、相手のよりどころになっちゃったら、これ、例えばさ、こうやってやって、よりどころにしないの。自分を彼のよりどころにしない。そのためには見えないところにいるってこと。見えないところ。で、彼は、よりどころを探してくるの。僕は、なんていうのかな。まあいいや、ちょっとやって。こうやってよりどころにしてないの。よりどころしてたら、こういうふうに。足が自由だと。こう、持ってかれちゃうから。もう一回やって。よりどころしないの。よりどころ。よりどころしないの。よりどころしないコツは、相手の見えないところ、見えないところにいるってこと。見えない。こういうふうに出さない。こういうふうに切って、こういうふうに出してると、ここよりどころされちゃうから。よりどころされちゃうから。だから、こう入ったら、こうって入って、よりどころ してないの。全然。で、彼は振り返ってくるんだよね。振り返ってきて、僕をやっつけに来て。ちょっと待って。こういうふうに入ってきたら、彼は僕がやっつけに来るの。やそういうふうに回ってくるの。普通は、じゃあいいや。こうやって入ってきて。そしたら、僕はね、よりどころになってんの。これって。だからこういうふうに変えるの。よりどころ ならないで。よりどころ作らないの。そして下に落とされちゃったの。だから落ちちゃったの。で、ってやってる間にやられちゃったの。あい、もういいよ。やられちゃったの。だからよりどころ作らないっていうのを練習だと思ってやらないと、いつまで経ってもよりどころになっちゃうの、相手の。よりどころになるとバトルになっちゃうの。バトルになっちゃう、これはバトルになっちゃうの。だからよりどころ作らないの。そしてこういうふうに、よりどころ作らないの。よりどころしてないの。全然。そして、ね、よりどころしてないの。離れてんだよね。離れてからよりどころしてない。そういう感じ。こうやってやって、こう持ってかれちゃうんだから。力強いんだから、彼。バーン、力、カッと。あ、いいのか。よりどころしてないの。ほら。もう、よりどころしてないんだから。こうやって。そういう感じにした方がいいと思うんですよ。だから、よりどころしない練習を少しして、みんなでちょっとやってみましょうって感じ。じゃあ、よりどころです。いくつか目的が、稽古の目的ってあって、自分がまっすぐで、なんていうの、よりどころに、相手のよりどころにならないで、自立してるってことね。それでまっすぐってこと。それがすごく大事なの。で、それ人生と同じだって言ってたんだけど、同じだと思うんですよ。だから、あんまりこう、人に寄りかかっていかないとか、自立してるとか、そういうことっていうのはすごく大事だから、
であのいろんな形で合気道っていう形でそういうことがあるんですね。だからこうこれで学びにしてないで自立してるでまっすぐ自分がまっすぐ自由にこっちも行けますこっちも行くさよならもできます、それから途中でこうやって返してくればこういうふうに崩れてくるよって、で寄り所してないんだよね、寄り所してないでこう上げてきたら倒れてしまって、そういう自然と彼が倒れたいから倒れたっていう、そういうふうに俺が倒したいから倒してんだかもしんないんだけど、彼が倒れたいから倒れたって、そういうふうにやりたいのねそういう形なんだよ、難しいんだよね。まあじゃあやりましょう。じゃあ今度はこう手出してきたんだけど、ここボカって打ってくるの、ボカってここね、でここ以外打ってこないの、彼はこっちも打ってこないし、こっちも打ってこないの、必ずここ来んの、必ず脳天、逆落としじゃないけど脳天に来るの、脳天に来るのをこうやって受けたらダメなの。だからこう来たらこうね、内側に入るのと外側に入るの、外側に入ってこう入る、この2つあるんでしょ。でこう上がってきた時にこうに入るのと、こう上がってきた時にこうに首、この2つが主な、形なのね。それでここにいたらやられちゃうんだ、これやられる形で、これすごくいい稽古 でね、正面打ちってこう正面打ちの稽古ってのはやりますよって彼は思ってこうやって振り上げてくるので、それに合わせてこうオフに入ってくればなんていうのかな、線の稽古、それからこうしたら五の稽古になるのね。でこれすごくいい稽古だから、でこれでこう上がってきた時にこうやって出てきて、それから手引かなくなったね、手引かなくなった時に次2番目としてここに競っていくんじゃなくて重心もらってんの、こういうふうに、そうすると手は何にもしなくてここ関係ないから、そしてこう自分の中にこう上がってきた時に、上がってきた時にここもらうの、そうするとこういうふうにできるよね。普通の人は上がってきた時にここに、上がってきた時にここにちゃうので上がってきた時ここなんだ、ここ大事上がってきた時にここ大事、そういうふうに、そういうふうに考えた方がいいのね。普通の人はここに来ちゃうの、そしてここに受けたらちょっと待ってんだ、ほら待ってんだよ、やられちゃうんだよ。だから上がってきたとここをもらってるって、そういう形の方がいいのね。それでいろんな稽古方法があって、こう上がってきた時にこうもらうのね。ここ関係ないじゃないですか、ここあんまりこうやってないのが、ここもらってんの、そしてこうでそういう一挙の稽古ね。まあ2番目はここもらうことだから、こう上がってきたらここもらう、上がってきたらここもらう、そういう感覚でいた方がいいと思うんだよ。こっち来たらここもらうって、そういう感じ、そういう感じじゃないとここ来ちゃう、ここに来ちゃうから、上がってきたらここもらう、そういうつもりでね。じゃあ一挙の稽古やってみましょう。フィジカルの練習じゃないから、フィジカルっていうのはそういう外見的な練習じゃないから、で外見じゃなくて、僕は上がってきたね、上がってきたら意識としてはここもらうんだって、このここで、ここは関係ないんだよね。だからここで普通の人は競っちゃうからダメなんですよって言ったわけで、こうやって押してくればやられちゃうんだし、押してくれば彼の方が強いに決まってんの、それで彼は下がることもできるの、下がったらやられちゃうんだよね。だから関係なくて、上がってきたらここもらってんの、そういう話なのね。
だからその形こういうふうにやるんですかとかああいうふうにやるんですかとか言ってるけど、形じゃないってこと、形の練習をしてる限りはそういうふうにここをどうやってこうやってし合わせてこうやってやるかじゃなくて、上がってきた時にこうこうこう狙いましょうねって、そういう話なんだから、うん、どういうふうにやったらいいのか分かんないんだけど、そういう話だからね。だからこう来た時上がってこういうの練習しましょうか。上がってきたら合わせてこういうのね、上がってきた時に合わせてこういうの、上がってきたら合わせてこういうの近いの、こういう近いの、形じゃないから上がってきた時にこういうふうにほら下げてるだけ。じゃあそれだけ練習して終わりましょう。はい。